こんにちは、佐野薬局本店です。今回は体の衰えを感じた時におすすめの里芋のごま味噌和えをご紹介します。用意するのはこちらの食材です。黒ごまは地方肝腎といい、腎の弱りからくる耳鳴り、めまい、頭痛、白髪、抜け毛などに良いとされています。腎の弱りは体の老化を感じやすくなります。黒い食材は腎の働きを改善してくれるのでおすすめです。はじめに里芋の皮を剥きやすいように真ん中に切れ目を入れていきます。分量外の水を加え、ラップをしレンジで10分ほど加熱します。加熱している間にタレを作ります。味噌、みりん、ごまをよく混ぜ合わせておきます。里芋の加熱が終わったら熱いうちに皮を剥いていきます。切れ目からつるっと取れます。皮を剥き終わったら先ほどのタレと和えて完成です。レンジだけで簡単に作れるのでぜひお試しください。